ストーリーステージ、S7-2 に行きます。強襲はないので、通常ステージです。ここも、地雷を使えるステージですね。地雷職人再び。天忍家のスキルは特化3ですが、発動タイミングを、ランク7と同じにしています。あ、ここも、最初から地雷が置いてあるね。ヒントかな？どうでしょうね。このステージは、敵が来るルートが、上、真ん中、下のシンプルな3ルートで、真ん中列には挑発鎧、下列にはムースファンが出てきます。ムースファン？この原石祭壇に当たると、術攻撃になる敵ですね。変な名前？で、地雷を真ん中列に置いたり、下列に置いたりした結果、その両方に置くことにしました。欲張りセットだね。上列にポプカルを置いたら、下列に地雷を1つ置きます。もう置くの？置いてから発動まで30秒もかかるので、早めに置く必要があります。面倒くさいね。ですね。そろそろ、下列にムースファンと、真ん中列に挑発鎧が出てきます。ムースファンが出てきたら、次のために地雷を2個さらに設置。1体あたり、2個ずつ踏んできてもらいます。地雷で HP がだいぶ減ったね。あとはメランサで倒します。これ、地雷なしでメランサだけでもいいんだ。ムースファンの攻撃速度が速くて、メランサだけだと倒されるんですよね。真ん中列は、クローラの前に地雷を置きました。じゃあ、地雷を3つ置いて、地雷だけで倒すのは？下列は、敵が全部で4体出るんですけど、1体に3つ使うと、全部で12個必要ですよね。うん。最初から置いてある1個と、持ってるのが10個で、全部で11個しかないんです。あ、地雷の数が足りないのか。なので、どうせ下列にもキャラを置くなら、1体に2個ずつ使って、挑発鎧3体に1個ずつ使えば、ちょうど11個ぴったりです。なるほどね。あと、真ん中列は、狙撃兵が2体に攻撃してくるので、クオーラと防御の高いムースで受けています。左に敵が降ってきた。そこはジュナーがいれば抜かれないので、そこを目印に、上列に注意。敵が3体来て、ポプカルが抜かれるので、ポプカルのスキルで早く倒します。3ブロックあれば大丈夫そう。ですね。昇進2のスペクターやブレイズなら、気にしなくて大丈夫です。あと言う暇なかったけど、下列のムースファン、4体目だけ出るのが早いので、地雷も早めに置きました。面倒くさい。なんか失敗しそう。地雷は計画が重要ですからね。もっと、地雷を使わずに、バーンと言ってドカーンと倒すのないの？ここはできそうですね。本当に？ちゃんと地雷なしも見たいってコメントあったよ。そんなコメントないけど、こんなのはいかが？なんか思ってたのと違う。たまにはカラメティも使っておきましょう。シャマレってどんなキャラ？補助で、攻撃範囲内の敵が受けるダメージが増えるんですけど、それよりも、スキル2で置ける人形がすごく強いです。どんな風に？人形を置いた周囲の敵がすべて、攻撃力と防御力が半分になります。半分？じゃあ、よだめ2倍、ひだめ半分か、すごいね。いいえ、このゲームのダメージ計算式は、攻撃力から単純に防御力を引くだけなので。なので？物理のひだめは、半分よりもっと小さくなります。お、すごい。のだめは？それは相手の防御力によるので、場合によります。ふむ、術は？敵の術攻撃も攻撃力なので、半分になりますね。減らす手段が少ない術攻撃を半分にできる。といえば、どれだけ強いかわかりますね。下列はメランサじゃ倒されるって言ってたのに。それがシャマレで解決しちゃうんですよね。どれどれ？今歩いてきているムースファンがメランサに着いたら、人形を置きます。お、全然食らってない。見てわかるくらい変わりますね。ちなみに人形の効果範囲は 3×3 の9マスくらいです。くらい？多分、円形です。上の列は、先方のまま？先方のままです。バグパイプの攻撃強いですね。真ん中は、ラバがいなくなったね。その代わりに、ラップランドを入れて、後ろに来る空挺兵の対応も兼ねました。なんか、派手な技はないけど、敵が倒れてく。実はラップランド強いんですよ。ラップランド好きだね。僕からの信頼は厚いです。敵の狙撃兵の攻撃を受けるのは、さっきと同じく、クオーラとムースです。重装のクオーラはともかく、ムースで受けていいの？実はムース、前衛の中でも防御力が高い方なんです。そうなんだ。術攻撃で防御も高くて、スキルで敵の攻撃力を下げる、完璧超人ですね。スーパーウーマンだ。自称、偵察に向いてるそうです。偵察とは？でも、地雷使わなくてもいけたね。ですね。意外となんとかなるもんです。これならキャラ置いて、人形を置くだけだね。あとは、バグパイプのスキルを使うくらいですね。思ったほど派手じゃなかったけど、こういう方法もあるんだね。シャマレは、攻略方法の一つになり得ると思います。ご視聴ありがとうございました。